すいません。ずっと待っていたんですが、もうかれこれ3時間くらい。すると支店長はいぶかしげな顔で私を見ながらこう言った。はあ？何ですかあなたは。私は忙しいんですよ。あなたみたいな人知らないんですけど。いいですか。私は忙しいんです。金持ち以外の相手をするのは時間の無駄なんですよ。わかったらとっとと窓口で用を済ませてください。そう言って支店長は外に出て行ってしまった。私の名前はトシコ、67歳の年寄りだ。主人と怒涛の日々を生き抜いて息子2人を育て上げた。今こうして振り返ると本当にいろんなことがあったなと思う。私と主人はほとんど駆け落ち状態で一緒になった。私の家はいわゆるお金持ちで裕福な家庭だったが、その分子供に対して制限を多くかけていて息苦しかった。私は3姉妹の三女として生まれたのだが、姉は2人とも見合いで政略結婚。私も例に倣ってそのように親から政略結婚をさせられそうになったのだが、私にはずっと好きだった人がいた。それが主人だ。主人とは大学の時に出会ったのだが、その頃から主人は破天荒な人だった。いきなり大学を休学したかと思えばバックパッカーで1年間海外を放浪、そして復学したら会社を立ち上げて学生のうちから経営を始め出した。主人はよく人生とはエンターテインメントだ、面白みがないと、と言っていた。私は彼に惹かれていて交際を始めたのだが、彼はその言葉の通りいつも私を楽しませてくれた。だから大学を卒業して親から見合いを受けろと言われた時は本当に悲しかった。話を受けたら見合いをするだけでは終わらない。このまま縁談となり結婚まで一直線だろう。私は泣きながら彼にこのことを話した。彼は驚いていたが、じゃあトシコ、俺と結婚しよう。そうすれば何にも問題はないと言ってくれた。もちろん私の親は大反対。どこの馬の骨かもわからない学生に大事な娘をやるはずがないだろうとブチギレ。その時彼は休学の影響でまだ学生だったから、それも私の親が反対した原因の一つだった。私は初めてその時親に反抗した。そして家を飛び出して彼と一緒になったのだ。その後はたまに主人の会社の手伝いをしながら企業に就職して家計を支えた。主人は1年後に大学を卒業し、本腰を入れて会社を大きくするためにがむしゃらに働いていた。最初は鳴かず飛ばずだった経営も少しずつ成果が出始めていった。数名の社員を抱えられるほどになると、私も全力で支えるために会社を辞めて主人の秘書になった。それからは本当にあっという間だったな。毎日汗水垂らして働いて、子供が生まれて子供たちがすくすくと成長していって、気づけば子供たちも成人となり、今では長男が会社を引き継いでバリバリ働いている。俺は自分の夢を全部叶えてきたが、最後の最後で夢を果たせずに終わっちまうな。それは一体何ですか？最後までトシコを守ることだよ。絶対にお前を一人にせず悲しませないって決めていたのに。何言ってるんですか？もう十分にあなたはその役目を果たしてくれましたよ。そうか。でも大丈夫よ。私だっていつあなたのところに行くかわからないもの。おいおい、そんなこと言わないでくれよ。冗談よ。あなたとの思い出は一生心に残ってるから、悲しくなったら楽しかった出来事を思い出すようにするわ。それに息子たちもいるしね。そうだったな。お前はもう一人じゃないんだもんな。最後にずっと俺についてきてくれてありがとな。トシコが俺の妻で本当に幸せだったよ。そう言って主人は息を引き取った。癌で余命を宣言されて半年ほど経ってからのことだった。最後の最後まで私にとって主人はかっこいい人だったな。主人の葬儀を終えて遺品整理なども済ませた。息子たちはどちらも私に同居を提案してくれたが断った。もう二人とも結婚して家庭を持っている。こんな年寄りがお世話になるのは負担になってしまうだろう。いくら関係が良好でも嫁たちには気を使わせてしまうだろうしね。ありがたいことに主人は十分すぎるほどのお金と立派な家を残してくれている。さて、これからの人生をどう生きようか。そんなことを考えながらタクシーで信用金庫に行った。遺産相続の手続きをするためだ。ああ、久しぶりにこの支店に来たな。昔は秘書として主人について行って、よくここに来てたな。
銀行内はかなり混雑しており、待っている客が大勢いた。私は窓口に行き、村井支店長はいますかと尋ねた。窓口の行員はぎょっとした顔でこちらを見てきた。私、何か変なこと言ったかしら。その行員は、お客様申し訳ございませんが、そちらの整理券をお取りになってお待ちいただけますか。順番になったら対応させていただきますので、と言った。そして、あと村井はすでに退職しておりまして、現在は田辺という者が支店長を務めております、と言った。私はびっくりしてしまった。村井支店長は長年この支店に働いていた、とても優秀な支店長だ。私も主人も彼のことをとても気に入っていた。それが私たちに何も言わずに辞めていたなんて。そして今までと対応が違うことにも驚いた。ちょっと傲慢かもしれないが、私と主人は一応 VIP 扱いとして銀行を訪ねるとすぐに別室に案内されていた。だがこの行員は新人なのか、一般客と同じ対応をしてきた。仕方ないので整理券を取って椅子に座り順番を待つ。そして1時間ほど待ってやっと順番が回ってきた。今度は別の行員に当たった。私は支店長に用がありまして、花村敏子と申します、と行員の方に言った。こちらもどうやら私が初めて見る行員の方のようだ。支店長ですね、少々お待ちください、と言って席を外した。その行員は奥の方へ行き、男性に話しかけている。なるほど、あの人が田辺という新しい支店長か。私が待っていると行員が小走りで戻ってきた。すると行員は、支店長は手が離せないそうでして、お待たせすることになりますがよろしいですか、と言った。どれくらい待つことになるのかしら。それはちょっと分かりかねます。もしお時間がないようでしたら、また後日お越しいただいて。いいえ、時間は別にあるので待っていますね。支店長の手が空いたら呼んでください。窓口の行員は何やら困った顔をしていたが、私は待合所の椅子に座り、新聞を読みながら支店長を待った。しかし待てども待てどもやってこない。変だなと思い、支店長の動きをじっと見ていると、あまり忙しそうではなかった。ニヤニヤしながら女性行員にしつこく話しかけていたり、男性行員には高圧的な態度で何か説教をしていたり、椅子に座りながらボケーっとパソコンを見ていたり、なんだか誠実さのかけらもない人だな。よくこんな人が支店長をやっているなと思った。そしてよくよく見ると、私が主人と来ていた頃に見かけた行員が一人もいないことに気づいた。みんな新人なんだろうか。窓口で対応している行員たちはいつもあたふたしていて、そのせいかスムーズに行っておらず、客を待たせてしまっている。そんな中、支店長がコートを着て外に出ようとしていたので、私は思わず呼び止めた。すいません、ずっと待っていたんですが、もうかれこれ3時間くらい。すると支店長はいぶかしげな顔で私を見ながらこう言った。はあ、何ですかあなたは。私は忙しいんですよ。あなたみたいな人知らないんですけど。はじめましてですものね。私は以前の支店長の村井さんにお世話になってて。はあ、あの誰にでもペコペコするやつか。それじゃあ大したことない客だな。大方年金がどうのこうのとかいう相談だろう。まったくあいつが貧乏人も分け隔てなく接するから、こっちまで迷惑を被って困るよ。いいですか、私は忙しいんです。金持ち以外の相手をするのは時間の無駄なんですよ。分かったらとっとと窓口で用を済ませてください。そう言って支店長は外に出て行ってしまった。なんてひどい人なのだろうか。それにあの人は村井さんを悪く言った。信じられない、あんなに素晴らしい人を。私はもうこの支店にお金を置いておきたくないと思った。そのため窓口で遺産相続の手続きと一緒に口座を解約して預金を下ろすことにした。他の銀行にも口座を持っているので、そちらに移行してもらうことにしよう。窓口の人にその旨を伝えると、かしこまりましたと言って必要書類を私から受け取った。やれやれ、こんなあっさりと終わるなら支店長なんて待たずに最初から窓口でやればよかった。まあ本来なら新しい支店長と軽く挨拶をしようと思っていたんだけどね。とにかくこんな銀行とはもうやり取りしたくない。私はとても嫌な気分になりながら家に帰った。それから数日後、私の元に電話が来た。なんと電話の相手はあの信用金庫の支店長だった。支店長はとても震えた声で、ものすごく低姿勢だ。
花村敏子様のお電話でお間違いないでしょうか。はい、そうですが何の用ですか。あの今回25億もある預金を解約されるそうですが、どういった理由で解約をなされるのでしょうか。そうですね、お宅の銀行への信用をなくしたからですかね。何か不都合があったということでしょうか。ええ、そうですね、ものすごく腹が立ちました。それは大変失礼いたしました。もしよければ直接謝罪をさせていただきたいと思っておりまして、本社の者とともにお家にお尋ねさせていただいてもよろしいでしょうか。私の家には来てほしくないですね。かしこまりました。それではお手数をおかけいたしますが、当行にお越しいただけますでしょうか。 VIP 専用の部屋で対応させていただきます。わかりました、すぐにそちらに向かいますね。ありがとうございます。タクシーをご利用ください。タクシー代は当行が負担させていただきます。その後私は再度あの支店を訪れた。あの日に遺産相続の手続きをしてくれた行員が窓口にいたので、私はその人のところに行った。その行員はすぐに私だと気づき、すぐに支店長をお呼びいたしますと言って駆け足で奥まで行った。その後支店長が慌てて私のもとへ、本社のお偉いさんのような人も後ろについてきている。大変お待たせいたしました、わざわざお越しいただきありがとうございます。支店長は私の顔を見て絶句している。どうやらあの日ひどいことを言って追い払った老人が私だということを覚えていたようだ。その説はどうも。支店長の顔はみるみる青くなっている。本社の方が何をやってるんだ、早く部屋へご案内しろと支店長に指示を出す。そして私は VIP 専用の部屋へ。主人とよく横並びで座ったソファーに腰掛けた。本社の偉いさんが、この度は何かご迷惑をおかけしたようで大変申し訳ありませんと頭を下げた。それに合わせて支店長も頭を下げる。一体何があったのでしょうか。本社の人がそう聞いたので私は正直に答えた。今そちらにいる田辺支店長からものすごい失礼な態度を取られまして。支店長は下を向きながらものすごい量の冷や汗をかいている。本社の人は支店長をにらみつけ、どういうことだと問い詰めた。この人は私のことを知らなかったとはいえ、とんでもなくひどい言葉を言ってきました。金持ち以外の相手は時間の無駄だとか、貧乏人の相手は面倒くさいから断るとか。私は3時間も待たされた挙句、窓口でさっさと用を済ませてくださいと言われました。支店長は終わったと言わんばかりに顔から正気を失っていた。本社の人は、お前なんてことをと支店長に怒り、本当に申し訳ありませんでしたと私に再度謝罪をした。私はついでに気になっていたことを尋ねた。前まで支店長だった村井さんはどうしていきなり辞めてしまったのですか。彼のことはとても気に入っていたのですが。すると本社の人は驚きの発言をした。村井は女性行員へのパワハラをしたことが問題となりまして。そんな、あの人はそんなことをするような人には見えませんでしたが、それに部下からも慕われているように見えてましたよ。そして私は踏み込むべきではないと思いながらも口を挟んだ。パワハラというなら、この田辺支店長の方が怪しいと思うのですが。どういうことですか？本社の人が私に問う。いいえ、この前3時間も待たされた時、ずっと支店長のことを見ていたんです。すると男性行員にものすごい鬼の形相で叱りつけていて、その時にこの役立たずとか人格を否定する言葉をたくさん言っていました。他にも忙しくしている女性行員にニヤニヤしながら話しかけて困らせていましたし、自分だけ一人でぼーっとパソコンを見ていたりしていました。まあ肌から見た状況と社内の人の視点は違うので何とも言えないですが、少なくとも私には支店長にいろいろと問題があるように思えましたよ。支店長はもう顔を上げることすらできず、下を向いてうつむいている。本社の人はこちらで詳しく調査をさせていただきますと言った。そしてもし今回の解約希望の原因が田辺ということなら、彼へ適切な処分を下しますので、どうか考え直していただけないでしょうかと土下座をしてお願いしてきた。私はそれなら検討させていただきますと言って調査結果を待つことに。
その後、調査の結果、田辺支店長はパワハラを繰り返して多数の行員を退職に追い込んでいたことが発覚。どうやら田辺は専務の息子らしく、他の支店でも相当好き勝手やっていたらしい。少し前からあの支店に配属されたのだが、他の行員を金で買い、村井前支店長をパワハラで訴えさせて自分がその地位を奪ったそうだ。みんな専務の息子で権力者だからと逆らえず、理不尽な目にあっても声を上げられずに退職したようだ。だから私が知っている行員が全くおらず、新人ばかりだったようだ。今回の件で田辺はもちろんクビとなり、村井さんを含めて辞めていった行員たちが無事に復職できたようだ。村井さんは本社の人と改めて私に謝罪をして、どうか当行を引き続き利用していただきたいとお願いしてきた。私は村井さんのことは信用していますので、よろしくお願いしますと言って口座は解約しなかった。その後、用があり、あの支店を訪れると、とてもいい雰囲気で、行員たちも笑顔で余裕がある状態で働いていた。ああ、主人と言っていた頃に戻ったなと安心した。ちなみにあの田辺は、大勢の人からパワハラで訴えられ、さらにはセグハラでも訴えられ、慰謝料の支払いで破産寸前状態だそうだ。やっぱり人にしてきた悪事というのは全て自分に返ってくるものなんだなと思った。私はあと何年生きられるかわからないが、いろんな人とのつながりを大事にしながら、みんなに優しくしていこうと思う。人を金のあるなしで差別するのって本当に最低ですよね。どんな身分でもお客様はお客様じゃないですか。田辺は好き勝手やってきた罰が当たりましたね。そのまま借金まみれで船に乗せられてしまえばいいのに。何はともあれ、あの支店に平和が戻ってよかったです。主さんがこれからも幸せな日々を送れることを祈っていますね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。